いつまで待たせる気だ。これは一体何の儀式なんだ。自分から誘っておいて遅刻するなんてあいつらしい。いつもの怒りはどこに行った。こういう時一番最初に口出すのはお前だろ。聞いてんのか。おい、最後の青春への儀式って言ってたよ。私たちが忍者に育ったこの場所に感謝するんだって。情に浸りすぎだろ。そうかもね。でも戦争が始まったらこの森に戻ってこれる保証はどこにもないから。どうした、怖いのか。怖いよ。戦場で遠いところで死ぬのが怖いよ。でもここで修行してた頃の自分を思い出すと少しだけど落ち着けるの。あいつの言うことも一理あるのか。私もあいつのバカな考えに賛成なのかも。私たちがどれだけ成長したか見せなくちゃ。肝心な人がいなくても。じゃあ待つ必要はないだろう。儀式をすることで少しでも気持ちが和らぐなら相手になっても構わない。お前の不安と恐怖の全てをこの俺にぶつけてみろ。死に対する恐怖の克服の仕方を教えてやる。私のためって言うけどあんたも実は怖いんじゃない？あんたの絶対防御もすごくなったけど私だって何もしてなかったわけじゃない。準備はいい？よく言ったな。それじゃ全力でかかってこい。リーニーは言っちゃダメだからね。当たり前だ。ついていない。あと少ししたら動けるようになれるだろう。だから私の私と一緒にしないでって言ったでしょ。そう簡単に終わらせたりさせないわよ。
か。ガイ先生の熱い話を聞いてたらこんなに時間が過ぎてしまいました。でも安心してください、僕が聞いたからにはもう大丈夫です。いや、その必要はない。今日はこれで終わりだ。もう行こうか、テンテン。これは遅刻した罰だ。熱血すぎるのもほどほどにしときな、アホ。待って。僕の青春はここで終わるのか。